どうも、河本と申します。本日なんですけども、ちょっとね、皆さんにお伝えしなくてはいけないというよりか、言わなきゃダメだなということを発見いたしましてね、ちょっと動画撮ってるんですけども、はい。先日ですね、こちらナイキ SB ダンクローシティオブラブバーガンディのね、動画を出させていただきまして、まあかっこいいよなんていいよなんてね、紹介もさせていただいて、ちょっと購入を煽るようなね、中身になっていたかなと思うんですよ。まあこれ言い方悪いわ、シンプルにおすすめしたというような感じなんですけども、その動画を見て買うよって決めてくれた方ももちろんねいらっしゃると思うんですよ。はい。で、そんなコメントもありましたし、そんな方々にちょっとこれ気ぃつけてね、もしくは買った方もこれちょっと気ぃつけてよっていうことの動画です。はい。もちろんいいなと思ってましたし、でちょっとまあ現状ね、まあ残っていてまだ買えるような状態でもあると思うので、まあそんな被ることはないというか、まあ街中で、ね、わ、あの人も履いてる、あの人も履いてるっていう状況はまだなりにくいっていうような一足だと思ったんで、早速開けました。はい。こんなことになってます。はい。事故ったんかっていうぐらい、この血が滲んでるようなね、すごいグロテスクな色落ち。はい。これは非常にまずいでしょうと。やばいでしょ、これは、と、ちょっと思ったので、お伝えしとこうと思いましてね。はい。で、僕はですね、実際グレーのね、靴下を履いておりまして、スタンスのソックスなんですけど、まあ、洗いました。洗いましたが、まあ、ちょっと色落ち残ってるかな、ぐらい。あ、なんか、俺がちょっと怪我してたんかな、みたいな、名残の色がまだちょっと残ってるというか、うん。まあまあ、そんな感じなんですけど。実際ね、僕はね、あんま色落ちとか気にしないんです、正直。はい。ただ、まあ、スタンスもそうですし、まあ、靴もね、まあ、言ったら贅沢品とか、ちょっといいもの、ちょっと高いものだったりするじゃないですか。なんで、もう、気合い入れてね、もう、一長羅のつもりでね、着用されてる方とかも、やっぱいらっしゃると思うんで、まあ、そこはやっぱりね、言っておくべきだな、というか、まあ、言わなきゃダメだな、っていうことで、はい。動画撮ってるんですけども。まあ、シンプルに靴下気をつけてっていう話ですね。はい、黒とか、もっと濃い色、ネイビーだとか、まあ、そんなのね、いろいろあると思うんで、まあ、いろいろ対策できるかなと思いますのでね。皆さんもそんなに、アホじゃないでしょうから。はい。まあ、言ったらさ、こういう動画出しとかないと、ツイッターとかさ、まあ、インスタとかでさ、おちょっと待って、なんかこれやばいことなってんだけど、みたいな。明らかに焚きつけるような投稿が出てきてもおかしくないなと。そんぐらいのことじゃないですか、これって。うん。だから、まあやっぱ、愛あるからこそ、気にしてあげてよっていう感じの動画を、まあ俺が出して、ちょっと注意というかね、警鐘、出していければなっていうところなんですけども。まあまあまあ、愛あってこそね、紹介してるわけなんで、それは愛あってこそ、指摘もしなきゃいけないのと、そういうところなんですよ。はい。なんで、まあ本当に皆さんがね、お世話になっておりますし、ちょっとこれ関係ねえよ。はい。まあ言ったら仲間みたいなもんじゃないですか。同じ趣味を共通してね、繋がってる、見てもらってる、ね、一緒楽しんでる仲間だと僕は思ってますんで。安心してよっていうことをね、ちょっと一個、はい、言っておきたいなと。まあ、さっきも靴下黒とか、まあ、ネイビー紺とかあると思うんですけど。僕ね、スタンスっていうね、靴下のアンバサダーをやらせていただいてるんですけども、はい。いい靴下がありました。バーガンディです。はい。絶対これでしょっていう、濃さ。絶対任せられるっていう濃さ。いや、わかるよ。同じトーン、キモくね。これわかる。わかるわ。わかるわ。ただ、どう？本当は真っ白とか。ちょっとね、全然違うトーンで行きたいけども、彼女んちとか行ってさ、え？何？どうしたの？そんなん言われるマシじゃないですか？ね？どう？なんか、靴の色もそうだし、靴下の色も同じで可愛いね。そんな風に言われた方が良くないですか？ね？そんなんですよ。そんな風に言われてた方が、まだいいでしょ、俺たち。なんで、この靴下さえあれば大丈夫じゃないか。安心してくれよって、そういうね、動画になっております。まあ、さすがにね、この、ちょっと一個白出しますわ。これが、同じようなことになるというのは正直まずないと思います。サイズ、そのサテンだしね。うん。で、ここの生地感の問題だとかも、全く関係ないと思うんで。まあ、こっちはもう気にしなくていいというか、もうそのままもう、お好きにどうぞっていう感じなんですけど、まあ、ちょっと確かにね、気にはなるかもね。この、毛の感じも。ちょっと、あ、もうめちゃめちゃ新品の家ですけど。
なんで、まあ俺もね、言うてその蒸れるタイプとかではないし、雨でこう濡れたとかでもなく、普通に6時間ぐらい入ってた。まあなんで6時間かって自分でね、分かってるかっていうと、俺のね、まあ本当外出てて、入ってたの実際6時間ぐらいだと思います。はい。ということでね、まあ靴下ね、こんなんもありますよっていうお話をさせていただいたんですが、なんと、はい、まだね、我がスタンスには、いろんな靴下がありまして、ちょっとここから最近のおすすめをしていこうかなと。はい、このね、短めのやつで、この水色いいね、爽やかでね、はい、そして黄色、これもいいでしょ、このからし色みたいなね、うん、ほんで、オレンジ色、全部ね、僕このサイズが好きなんですよね。ここら辺のちょっと短めの方がいいというかね、はい、でまたちょっと違うんですが、長めのこの緑のね、色もいいなと、いろんないい色が出てきてます、我がスタンス。はい、ぜひね、皆さんにも手に取っていただいて、試したことないななんて人にもね、まあまあまあ1000いくらとかですから、この動画でね、とんでもない落とし方して、めっちゃ高級なデニムとか変な色とかならなくて済んだわけですよ。ぜひね、この1000いくら、出してね、ちょっとスタンス試してみてほしいな。もちろん白もありますし、黒もあります、いろんな柄のものもあります。まあ僕はね、結構いろんなこう柄のものだったりだとか、よりかはこういうシンプルなね、ワントーンの、無地系が好きだったりしますし、男性のみならずね、女性にもおすすめな、そんなね、靴下、そんなブランドですから。まあ言ったら白だとこんなんとかもありますし、俺実は NBA コラボのね、ロゴが入ってたりだとか。で、僕はですね、ナショナル、このジオグラフィックっていうのが大好きなんですけど、このド派手すぎる靴下、こんなもあったりします。はい。すごいちょっと変な、派手な方が俺は好きなんだぜ、みたいな人にもいいですし、ナショナルジオグラフィックで言えば、こんぐらいシンプルなやつもあります。すいません、ただこれもう終わってましたわ。はい。ちょっと今ただ見せびらかしただけみたいになってますけども、そんないろんな靴下があるこのスタンスをぜひね、手に取ってほしいなという動画でございました。はい、ということで、ちょっとここから、もうちょっと時間使いたいんで、新しくね、変えたものを紹介していこうかなと思います。ババーン、ジョーダン1ホワイト&ゴールド、いいですね。トドラです。トドラまで買いやすくなる時代になったというね。ただ高いのよ、9500円ですからね、これ。いろいろできたぞ、1万円あったらね。はい、どうですかこの金色の感じ。トドラーの金はちょっと欲しいなと思ってね。うん、ワールドフライ東京行くか悩みましたよ。前日にもう明日販売って分かってたんで、スニーカーズやってからで行くかって買いました、スニーカーズで。なんかね、もしかしたらオリジナルだったかもしれないなんていう幻の一足みたいなことをいろいろ言われてたりもしますけども。まあ僕はね、雑誌でも見たことなかったんで、全然ピンとは来てないんですが。まあもしかしたらそのプライアディション的なノリでね、ジョーダンが入ってたかも、みたいなね、話らしいんで、入ってたのかな、実際ね。まあでも販売はされてないんで、まあそういう意味では、まあ OG とかではない、一足。まあそんな風になる可能性のあった、そんな可能性を秘めた一足だった。いうことで、そんなんもまあ知れたらまあ楽しいですから、靴は。でこれがね、ウィメンズじゃなかったらもっと売れたと思うんですけど、なんでかウィメンズ、なんでずっと最近ウィメンズばっかじゃない、言ってもウィメンズだけなんかこういろんなん出てくるっていうわけでもないけど、あ、いいじゃないこれ、ウィメンズが多すぎるよね。まあでも、ナイキのね、こうお得意の手法というか、バイユーとかでもそうじゃないですか。うわ、なんでここだけ変えらんないの、なんでここっていう、この一個ちょっと、ダメなとこあえて作っとくというか、そうなった時に、とりあえず一旦それも買うけど、完璧なのを作った時、それもより買ってもらえるっていう、このね、テレビの技術はもっと進んでるけど、ね、ちょっとずつちょっとずつ技術を小出しにしてって、みたいな。本当は実はもう映像を手で動かせるみたいな次元までいるけど、ちょっとずつ出してお金稼いでみたいな、そんな話と一緒なのかなと。思いますんで。これ全然適当喋ってるんで気にしないでください。はい、全部嘘だと思ってる。思ったら大丈夫です。ということで、もうね、一通り喋り終わりましたんで、店も終わりましたんで、皆さんゆっくりね、過ごしていただけたらと思います。ということで、靴下気をつけてよっていう話でした。はい、ということでございました。よいしょ。